本日はこんなにたくさんの皆さん お越しいただきまして大変ありがとうございます。ゼミ生だけで、20人ぐらいでやろうかと当初は思ったこともあったんですけれども、だんだん、労働組合の話も喋りたいなとかいろいろ出てきまして、お集まりいただきました。ありがとうございました。で、座って気楽にこのスタイルでさせていただきたいと思います。で、タイトルをこのようにさせていただいたんですけど、労働組合というのがあるとですね、この趣旨はですね、兄弟職組が不安でたまらないからです。で、兄弟職組の書記長、書記次長等々、その辺に特に後ろの方に集中して、なぜか集まっ一番後ろの方に集まってますが、不安でたまりません。しっかりですね、この機会を使って喋りたいことを喋りたいと思いました。で、もう一つ私の京都大学というのを担当講義は、経済統計学だったんですけれども、やっぱり、私の研究史を総括するとマルクスかなということで、このようなタイトルになりました。で、そういうことでマルクス経済学者ということを筋として本日はお話を、この私の理論史をですね、サマライズさせていただきたいと思うんですけれども、このような大きく3つぐらいのですね、作業をですね行いました。このここにですね、その丸一の本があるんですけれども、1992年に出しました、資本主義以前の社会主義と資本主義後の社会主義という長いタイトルなんですけれども、それなりに売れましてですね、日本のマルクス経済学会ではですね、案外とこのインパクトをですね、衝撃を与えたということであります。ちょっとした逸話を申し上げますと、この本の本にはですね、普通表紙にはタイトルぐらいしか書いてないんですけど、いきなり文章がいっぱい書いてある変わった本でありましてですね、この本とかですね、内容をですね、印刷している最中に、大月書店が依頼をしている印刷会社の労働者が途中印刷しながら読んでですね、おお、これは何だというですね、いうふうな逸話がですね、ある論文で本でありましてですね、92年でございますから、ソ連統合が崩壊した直後にですね、その問題をですね真正面に、まあ、本当はですね、その理論のですね、やや前提にですね、90年、91年に、基本的には趣旨が同じものを出しておりまして、この90年の本はですね、実は1989年、ソ連と東欧の壁がまだですね、崩壊する以前にですね、企画されてですね、基礎経済学研究所でですね、行いました宇治で、300人ぐらい集めたですね、大きな集会のですね、ものであります。まあ、こういうことをですね、マルクス経済学者としては、まあ、大きな出発点として私にはなっております。で、しかし、まあ、それをですね、まあ、ソフィストケートされた形で、まあ、いわゆる数学モデルにというんでしょうかですね、まあ、いう作業をですね、私の大学院生と行いました。当時の大学院生、今は独協大学の准教授をしておりますけれども、彼がですね、山下君という大学院生がですね、先生が言ってる内容をモデルにしたらこうなるんではないですかというふうにですね、ある時持ってきまして、で、その後ですね、この モデルというものをですね、まあ、山下大西モデルというふうに呼んでですね、研究を行いました。それが2002年です。ここが92年、2002年、そして今日がですね2012年なんですけれども、ちょうどですね、今年の4月から慶応義塾でですね教える科目はマルクス経済学という科目でございます。まあ、それならですね、この教科書を売りまくるというビジネスチャンスをですね使わないわけはないということで、早速ですね慶応義塾大学出版社でマルクス経済学という出版をすることになりました。もうほとんど参考をやってる最中でですね、ほぼ作業終わってるんですけれども、まあ、したがってですね92年、2002年、2012年というのがですね、一つのもう10年周期のステップになってるわけであります。まあ、しかしですね、この位置、まずはですね、この赤い部分をですね、説明させていただいて、ちょっとずつですね、その流れに入りたいと思うんです。で、丸一でですね、議論した問題は、封建制とは何か、資本制とは何か、共産主義とは何かというですね、まあ、こういう問題であります。これはですね、極めてマルクス経済学的なですね、テーマであると思いますね。
近代経済学者はですね、こういうことを、まあ、部分的に議論している人もいますけれども、まあ、しません。これもですね、ちょっとした逸話なんですけれどもですね、私はまあ中国経済もやっておりますから、中国経済学会というところでですね、東大の名誉教授とですね、論争したことがあります。その時矢野君もいましたけどですね、中金松次さんという先生とですね、まあなんというか私が報告して彼がコメントをしてとですね、で私申したのはですね、中国はどういう経済だということをですね、中国は資本主義なのか社会主義なのか、こういうことは知らんで議論できんでしょうとですね、資本主義なのか社会主義なのか分からんけど中国は分かります、こんなんないでしょうというふうに私言いました。でそうしたらですね、分からなくてもできるとね、こう返事されましたですね、日本と何が違って何が異なるかが分かったらそれで分かったと我々は呼ぶというふうに言われました。やはり、それはマルクス経済学者はそういうことでは分かったと言えないですね。で、そういうことは議論するというのがですね、やはりマルクス経済学の一つの出発点でございます。でその問題はですね、生産力というものをですね、どのように歴史的に捉えるかという問題だというふうにですね、考えているわけであります。その具体的な内容、まあ、資本主義とは何か、この機械による生産力、まあ、そういうことをですね、少し次のように述べたいと思います。で、説明させていただきたいと思います。で資本主義とは何か、これはですね、まずはその以前のですね、封建制とは何かということをですね、理解することから、まあ、始まるとですね。で、私の理解はすごくシンプルなんですけれどもですね、産業革命前の時代はですね、封建制だと。産業革命後の時代は資本主義だとですね。何が違うかと。機械というものがですね、ある社会とない社会ですね。ある社会とない社会、この違いだとですね。で産業革命前はですね、機械というものはなかった、まあ、ありませんけれどもですね、もちろん手工業というですね、工業部門がないわけではなくてあるわけであります。手工業という形式であります。でその時にはですね、機械がありませんけれども道具というものだけがある工業ですね。で道具というものだけしかない工業というのは極めて特殊な特徴を持っております。それはですね、同じ道具、例えば同じハンマーを用いてですね、ある人は上手なものを作ることができますけど、ある人は下手くそなものしか作れない。これは道具の差ではなくて、よろしいでしょうかですね、同じ道具を用いて、上手と下手というのがあるということであります。ということはどういうことかというと、道具が大事なのではなくて、熟練度が素晴らしい人と素晴らしくない人と、この差が大事で、そうするとですね、その封建制の生産力の下ではですね、社会的に大量の職人がですね、いかにレベルの高い、技術、熟練をですね、持つかということが大事、少しの人だけしか熟練してないのではダメです。多数の人が全体に高いレベルの熟練度を持つということが、その社会で一番大事なことになるはずであります。でそうするとどうするか、例えばですね、封建的熟練でありますからですね、親方というのがあって弟子というのがいますですね。でこの間の人間関係は独特なものでなければなりません。現在のようにですね、なんていうかな、学生たちは、足を踏んで教員の授業を聞くわけにはいきません、親方には絶対に服従しなきゃならずですね、独特ないわゆる封建的人格的依存的な人間関係というものがですね、職場というか工房の中では必要になります。で、そうしますとですね、そのような人格的な依存関係を工房の中で持とうとすればですね、一人の親方に対して100人のですね、弟子というわけにはいきません。一人の親方に対して、まあ、ざっと言うと10人、マックス10人程度のですね、まあ、今で言うとゼミのサイズでありますけれどもですね、ゼミのサイズの職人以上を抱えると、その工房は熟練の再生産をすることはできません。すなわちですね、工房のサイズというのはですね、小経営、スモールサイズでなければなりませんでした。現代はですね、いくらでも大きな工場というのが存在しますけれどもですね、封建的な巨大な工場というのは見たことがありません。それはスモールサイズの小経営でなければならなかった。で、小サイズのスモール経営でなければならないといたしますと、このある経営体が他の経営体を駆逐して巨大化するということを何としても避けるという社会的なシステムが必要になります。具体的に言いますと、同業組合制度であります。この村にはこの工房が刀を売る、
この村にはこの工房が刀を、この村にはこの工房で、それぞれ互いに犯すことはならない、これが同業組合のですね、シンジケートのですね、協定でございますけれども、こういうものがなければならなかったのは、そのある工房が他を駆逐して巨大化するということを避けることが、社会的な持続的な発展には不可欠であったからであります。もちろん現代はですね、良いものを作る会社がたくさんのものを売ってなんで悪いの、これが現代のものの考え方ですけれども、それは資本主義の常識でありまして、封建制の時はそうであってはならなかったということでございます。あるいはですね、先ほど封建的熟練の、この徒弟制というかですね、人格的依存関係を述べましたけれども、それはイデオロギーという形でも反映される必要があります。もっと言いますと、東アジア的には儒教精神であります。その年功序列で、その順位がありですね、その上に立つ人と下に立つ人はですね、権利の点においても平等ではないですね。そういうこの序列意識というものはですね、この封建的な人間関係をですね、維持し発展させ、その結果として生産力を発展させる、どうしても不可欠なものでありました。サマライズいたしますと、この機械がない、道具しかないという技術的な条件、道具上の条件、生産手段上の条件というものが、儒教精神というイデオロギーや、同業組合という社会制度や、徒弟制という人間関係や等々、そういった全ての上部構造を規定する、技術が上部構造を規定する、これが、この封建制の時代の私的唯物論的関係でございます。しかし、資本主義が産業革命がやってくると話は一変する、全然変わる。その後のですね、社会はですね、どれだけの機械を持ってるか、これちょっとあれですね、本当はこれですね、どれだけの機械を持っているかという大きさがどれだけの生産力を作り出すかというものを決める。小さな機械は小さなサイズの量の生産物しか作れない、大きな機械は大きなものを作れる、あるいはクオリティの高い機械はクオリティの高い精密な生産物を作ることができる、生産物の質は、質かける量は機械の質かける量で決まる。よろしいでしょうか。先ほどは熟練がある、どれだけあるかどうかが生産量を決めましたけれども、現この資本主義の産業革命後の資本主義では、機械がどれだけクオリティを持ち、どれだけの量を持っているかが生産物の量かける質を決める。でもちろんですね、この時代にもですね、労働というのはありますですね、機械が自分で勝手に動かんので動かさなければならない。でしかしですね、その労働というものは機械の付属物、これはマルクスの言葉でございますけれども、そしてその労働は不熟練労働になります。なぜなら最も大事な生産物の質というものは、この機械の質が決めるんであって、労働者の熟練が決めるんではない。不熟練労働でも構わんとですね、問題は機械というふうになりますので、労働者は不熟練化します。そういたしますと、労働者のこの機械の所有者に対する交渉力は低下します。なぜなら今や労働者は不熟練でありますから、その誰かが多少労働条件が悪いと文句を言えればですね、売買と簡単にですね、資本家を言うことができます。なぜならすぐに不熟練労働なんだから誰でも取って帰ることができるですね。この条件は、封建制の時にはありませんでした。例えばですね、10年、熟練を積んだ熟練労働者が、熟練職人が辞めてしまうと、クビにするとですね、その人と同じ生産力を獲得するには10年かかるとですね、20年の職人がクビにすれば、それと同じことをリプレイスするのに20年かかる。そんなことはですね、親方の方から見てもすることはできません。しかしここは不熟練なんで、いつでもできる。したがってですね、労働者の交渉力は低下いたします。そうすると賃金が下がるなり、労働条件が悪くなるなり、そういうことが起きます。でそうすると今度はその分だけ利潤が上昇します。で利潤の一部分は資本家が浪費するということはあるでしょう、しかしですね、基本的には再投下されるですね。で基本的に再投下するとどうなるかというと、この機械のサイズが小さなサイズが大きなサイズになります、再投下ですから。でそうしますと、生産力がこれだけしかなかったのがこれだけになります。つまり生産力が発展する、
という形で、資本主義はですね、拡大再生産、発展を遂げてきた、よろしいでしょうか。この封建制の時代にはですね、における生産力の発展というもののあり方と資本主義における生産力の発展のあり方は根本的に違うとですね、この根本的に違うということをですね、認識できるかどうかがですね、大変大事であります。まあ、例えばですね、この理解の仕方、フレームワークはですね、いろんなインプリケーションを持っているんですけれども、一つはですね、例えばソ連やですね、旧ソ連等、あるいはですね、毛沢東時代の中国ですね、その生産力の発展の仕方はこういう仕組みではありませんですね。熟練でなんとかではなくて、毛沢東もですね、大躍進やなんとかでですね、失敗もしましたけれども、巨大な資本蓄積というものをですね、インフラストラクチャを中心に行いました。スターリンもしっかりであります。一部にはですね、スターリンや毛沢東は経済建設に失敗したという議論があります。まあ、まるっきり嘘ではございません。でもロシアなんてを取り出しますとですね、最弱の帝国主義、日本にも負けた帝国主義ですから当時はですね、その帝国主義がですね、米ソ冷戦というこの二大帝国主義ですねになったとですね、いうことですから、その間に巨大な目を見張るべき生産力発展があったことは否定することはできません。なぜできたか、それは資本蓄積を行ったからで、そのやり方というものは封建的な生産力の発展の仕方はもう根本的に異なるわけですから、基本的なこのやり方、もちろん賃金が労働市場があってですね、労働市場の結果として賃金が決まって利潤で再投下されたわけではありません。国家が基本的に資本の再投下というものを取り行いました。いくつか違いがありますけど、機械資本を巨大化するということによって生産力が発展したということにおいては、ある意味典型的な社会であったということになります。まあ、言い方変えますと、この最初の丸一でですね、議論した内容はですね、資本主義とは何か、社会主義とは何かという議論でありまして、そのことをこのフレームワークでですね、私は述べました。で、このですね、資本主義の理解というのはですね、普通の資本主義の理解とだいぶ違います。普通はですね、ソ連等は社会主義、そしてこの我々の生きているのは資本主義というふうに理解されています。ソ連等は計画主義、計画体制、これを社会主義と呼びですね、市場メカニズムで動く社会を資本主義と普通は理解されています。まあ、しかしですね、私に言わすとですね、市場メカニズムで資本主義を定義したいなら、なぜ資本主義と言わなきゃならないか、市場メカニズムで定義するなら市場主義と言えとですね、市場のある社会でをやったら市場社会とかですね、市場主義社会というのが述べるのがずっと普通な呼び方でありましてですね、資本というものが中心の社会を資本主義社会と呼ぼうというのが私の理解であります。機械はですね、資本というふうにもですね、言い表せます。もちろんですね、機械と資本の違いというものにこだわることもできますけど、やや簡単化して言わせていただけるとですね、基本的な同じような使われ方をしている。その資本をいかに大きくするかが社会の最も重要なタスク、課題であるような社会、それをですね、資本のための社会、資本蓄積のための社会、それこそ資本主義というネーミングにふさわしいとですね。で、もう一つはですね、しかしその資本というものはですね、口がありませんですね。つまり、労働者に、賃金下げるとかいうふうに機械はもの喋れない。だからですね、誰かが代わりに喋ってやる人があります。それを資本の代弁者、資本の人格化というふうに、これはマルクスも言っていることですけれども、それを資本家ですね、資本の代弁者たる資本家がどこかにいるとですね、だから資本家が実はその理解はですね、実は資本家が支配している社会じゃなくて、資本が支配している社会、その代弁者がいるだけであると、こんな理解とも重なります。それからさらにですね、この理解はですね、マルクスはこれほどクリアにさすがに述べてません。マルクスと似たところはいくつもあります。機械の単なる付属物というのはマルクスが述べた言葉、そして今述べた資本の代弁者というのもですね、マルクスが述べた言葉です。まあ、しかしですね、マルクスはこんなにクリアに述べてませんのでですね、この理解は大西の理解であってマルクスの理解ではないという批判がしょっちゅうあります。
それはある程度私は感受したいですね。なぜならですね、マルクス経済学者にはですね、原点をですね、端から端までドイツ語で読みまくる人がいくらでもおられましたですね、それに勝てるようなことは私はできません。まあ、しかしですね、それでもですね、言えることがある。マルクスのですね、述べたこと、エンゲルスの述べたことの端から端まで正しいと言わないと、マルクス主義者と言えないと、そんなことを言い出したらきりがありません。したがってですね、マルクス経済学、マルクス主義のポイントは何というのがポイントですね。それを押さえていれば、私はマルクス主義者だと言える。そうするとですね、マルクス主義のですね、ポイントは何と。で、私はエンゲルスの定義を、だと思っておりましてですね、空想から科学への社会主義の発展、そこでですね、科学的社会主義というふうに定義されているのはですね、知的唯物論と常用価値学説のですね、発見によって空想的社会主義は科学になったとですね、まあ、したがってですね、この知的唯物論と常用価値理論というのがですね、コアでありまして、これが承認されるならマルクス主義、これが承認されないならマルクス主義でない、こういうふうに話を簡単にしようとですね、でそういたしますとですね、ここの理解もですね、極めてですね、知的唯物論、言うまではありません。いや、道具しかないのか、機械があるのかが、社会の全システムを規定するわけですから、これは誰が反論しようとですね、唯物論であるということは否定できません。私の唯物論が、マルクスの唯物論と違うという議論はあります。ですね、しかしですね、私の議論が唯物論であるということは否定できない。かつですね、このない時代とある時代で変わるわけですから、これはヒストリカル、つまり歴史的でありまして、史的な唯物論で、ヒストリカルな唯物論であるということを、まあ、誰も否定できません。だから私はマルクス経済学のですね、基本をですね、この何というかな、維持しているとですね、もっと言うとこれほどはっきりと言うている人他にいないとぐらい自信があります。で常用価値理論に関してもですね、この議論はですね、非常に重要なポイントをですね、ついてると思ってるんです。で、先ほど述べましたようにですね、封建制の時代というのは機械がありません、まあ、道具があります、まあ、でもですね、道具というのは大したものではありませんからですね、まあ、手で物を作ってるようなもんであります、この例で申しますと、この絵で申しますと、消費財というものを労働力からでダイレクトにですね、生産していると、まあ、こういうことであります、まあ、しかしですね、産業革命後機械というのがメジャー大事になりましたとですね、でそうするとですね、まず機械を作りましょうと、機械は食べられませんけれども、でその機械をですね、使って消費財を、最終消費財を作りましょうとですね、まあ、いうことで、生産が迂回的になりましたですね、まあ、しかし、もっと重要なポイントはですね、2種類の生産があるということであります、機械を作る生産とですね、消費財を作る生産にですね、世の中の生産活動は二分割されると、まあ、これはまあなんとマルクスとも同じであります。第一部門と第二部門というふうに再生産標識を作ったのとまるで同じであります。そして、さらにポイントはですね、労働価値説というものは我々においてはどういうものかと申しますとですね、労働価値説の否定が世の中にはあります。それはこういうことなんです。例えばこの消費財の生産というのに注目してください。労働力も消費財の生産に寄与してます。それは誰も認めるですね。消費財生産に労働者働いてると。しかしですね、この生産のために機械も働いているとですね、すなわちですね、価値、消費財の価値というものは労働力の価値と機械の価値によってですね、構成されるですね、等価労働だけではないという議論がですね、一般的な近代経済学の理解でありますですね。しかしもう一回考えてほしい。この機械もまたですね、労働力で生産されているですね。もちろんですね、機械も機械と労働力で本当は生産されてるんですですね。でこの機械も機械と労働力で生産されてます、まあ、しかしですね、全部遡っていけばですね、誰かがですね、最初の機械をタダでくれましたというのはありません、天がくれたなんかものというのはありません。人間が作る以外の方法ない、まあ、したがってですね、最終的なこの生産要素は労働力しかありませんですね、これも寄与している。これを否定する必要はありません。機械も寄与していますけれどもですね、その機械も作ったのは実は最終的には労働力。したがってですね、全ての価値のですね、源泉は労働力であるとですね、まあそういう意味で我々は労働価値説を維持しております。でこれがですね、
まあ長々と1992年ぐらいからですね、延々と20年間喋ってる話なんですけれども、どういうことでですねこのようなことを考えるようになったか、今日はまあ私の反省をですね振り返る場でもございますからですね、ちょっとそういう話をさせていただきたいと思います。私はですね京都府宗良郡で生まれました。まあ、宗良郡というものはですねあれを京都とは認めないという京都市内の人間もいるかもしれませんが、一応私としては京都府民でありましてですね、で、したがってですね京都から出たことが一度もありません。なんとですね55年間ずっと京都におりましたですね。で、その55年、5年をですね振り返ると、あの大学に京大に入るまでの18年間、あの大学院と学生の10年間、それから立命におりました6年間、そして、京大に雇われた21年間、京大に雇われた21年間が京大職所と前代表の21年間になってますから、まあ、そこは深く考えずにですね、まあ、この4種類 でこのうちのバスですね、電気屋という話をですねしたいと思います。これは私の、まあ、18年間もですねおりましたんで、すごく大変な田舎におりましたんでですね、この私にとってはですね、まあ、この若い時代にいろいろ考えた、まあ、一つはですね、まあ、農村は美しいとみんな言いますけど、あら嘘だというふうにですね本当に思いましたですね。まずはですね、田舎の人々のですね世界は狭いですね、ここで行こうというふうに思えないですね、もちろん景色だけ見れば綺麗ですけどですね、やっぱりどういう人間が生き、どういう発想をしているかというですね、それで、まあ、はっきり言って嫌になりました。まあ、しかし、まあ、それよりもうちょっと面白いの、重要なのはですね、この電気屋という話であります。今日はあの松下電器に元もおられたですね、あの方もおられますけど、まあ、あのナショナルショップをですね、うちの大西電器というのがですね、やっておりました。で、あの大西電器店をですね、ここに移したかったんですけど、写真がないのでですね、あの 100万円からもう少しで出町の辺 の電器屋さんを代わりに移しました。で、これは一方は、秋葉原のですね、量販店ですね。で、電気屋にはですね、この全く種類の違うですね、2種類がありますですね。私、統計学の講義でもこういうのをよく使うんですけどですね、平均というのはですね、甚だ怪しいというのは君たちは知ってるかとですね。で、あの電気屋というものはですね、このほとんど一人でやってる電気屋がいっぱいあると、まあ、最近はだいぶ潰れてますけど、で、一方はですね、巨大な電気屋というのがあると、これをまとめてですね、電気屋の規模のこのグラフでも作ればですね、まあ、2つの山が出てきます ね。で、これをですね全然種類のない違うものを2つ並べて集めて平均とって何するのとですね、その2つの山の真ん中ぐらいに平均値が必ず出てきますですね。だから、あの何というかな、全然種類の異なるものがありうるということをですね言うときに、私は電気屋の例を挙げるんです。で、うちはですね、その大西電器店なんですけれどもですね、私のまさに若い頃、中学生の頃でしょうか、あの従業員を一度ですね雇用したことがありますですね。で、それを失敗しました。で、この時にですね、私この時になぜ失敗するかというと、うちの両親はですねただただ怒ってただけですけれどもですね、あの私にとって大事なのはですね、この大西電器店を継いで2代目社長かなんかになることがですね、店主になることが自分の人生にとって良いか、こんなもんやめちまった方が良いかですね、そう大変大事な問題でしたのでですね、結論はやめちまった方がいいと思ったんですけど、あのすごく大事な問題として真面目に考えたんですよ。中学生の頃だったと思いますけど、そこで起きた事件というのはこういう事件なんですね。一人従業員を雇うとですね、でそうするとですね、どういうことになるかというと、宗良郡和束町というこう市場がありますよね。この市場の半分を親父が担当しですね、もう一方 あのエリアをですね、その従業員が担当すると。で、担当するというのはこういうことです。誰がそのうちに、あの嫁入りしそうかだとかですね、どういう親戚関係にあるかとかですね、まあ、そういうものをちゃんと掴んで、売り込むとですね、で、もっと言うとそこにべちゃっと張り付いてですね、深い人間関係を村民たちと作るということですね。で、そうしますとですね、どういうことが起きるかというと、この従業員というのはですね、わざわざ大西電器店の店員である必要がないですね。これをですね、で、まあ、それで辞めちゃったんです。もっと言うと独立しちゃったんですね。
でこれをですね私の両親に言わすとですねもうめちゃめちゃ腹が立つ。なぜならですね彼を育ててやったとですね、それが独立してうちのシェアを盗んでいったとですね、まあこの通り、それ間違いではありません。しかしですね腹立つとか腹立たんとかいうよりもですねなぜそういうことが起きるのかということをですね、社会科学者としてと言ってもその頃は社会科学者でも何でもなくて単なる子供ですけれどもですねいろいろ考えたんですね。でそうするとですねこの大西電機あの零細小売商というあの電気屋の生産力というものはですね人間と不可分であると、ここがポイントだというふうに思うようになったんですですね。まあ、中学高校私はあの京都府民ですけど奈良の東大寺学園というところに通ってました。でしたがって量販店というのが奈良にまで行けばですねありましてですね、ちょうどその頃オーディオが流行ってまして私もかまけてましたんでですね、そういうとこしょっちゅう見に行った。そこのですね電気製品はですねなんとですね我々の大西電気店の、仕入れ価格よりも安いんです、売ってる価格がですね。だからこれはとても勝てないとですね、もし親父がありがたかったらですね私もそこで勝った方が得とですねそういう構造をしている。でそういう構造の中でですねなぜですね田舎の電気屋が成立するかというとですね、このその、まあ、大西金次郎というんですけどですね、その大西金次郎、金次郎藩から買わねばならんというような人間付き合いがあるからなんですね。でということはもっと言いますとですね、人間の付き合いが生産力の源でありましてですね、この店舗がですねどれぐらい綺麗かとかですねいうのはどうでもいいんです。大西電気店に買いに来てるんじゃなくてですね金次郎藩とこに買いに来てるですね、よろしいですね。でそうしますとですね、この彼もですね、なんとかさんとこの村民との関係をですね、太くしてですね付き合いを行いますからですね、彼に買いに来てるんであって大西電気店に買いに来てるわけじゃない。そういたしますと彼は大西電気店の店員である必要は全然なくてですね、独立しても何も十分やっていけるですね、それで、いう事件があったわけであります。でこのポイントはですね何かと申しますとですね、生産力の源とは何かということでありますですね、先ほどの話で申しましたようにですね、この資本主義の社会においてはですね機械が生産力の源でありますですね、ちゃんとした機械があるかないかですね、まあ、しかしですねこの業態においてはですね機械ではなくてあるいは店舗、きれいな店舗ではなくてですねどれだけ付き合いをしている人が店員としているかというかですね、まあ、付き合いですね、そしてそのものというものはですね労働者と切り離せないとですね、よろしいでしょうか。だからこの従業員、大型量販店の場合はですねこの従業員が、その山田無線かビッグカメラから外に出て行ってしまえばですねその従業員は無なんですですね、何の価値もありません。まあ、しかし付き合いというものが生産力の源であるときにですね、は彼が外に出ていったらその彼と一緒に生産力の源が出ていくんですね。生産力の源というものが労働者と一体化しているかですね、分離可能であるかですね、まあ、これがですね極めて大事であるとですねいうふうにですね、小学校の頃から中学校の頃から思ったわけであります。でもう一つですね、まあ学生院生時代の恩師たちのお話もですね本当はしなきゃならないんですけども、まあそれは、まあ、もっと別の機会でいくらでもお話しすることがありますので、6年短いですけどもですね、大学院を出てからいきなり来ました立命の話をですね、しなきゃなりません。ここには立命で、雇われている私の後輩もいますし、斉藤さんとかいろんな人もいますので、今や立命館は極めて悪名高いということは承知であろうと思います。で92年のこちらが本ですね、でこれは96年の本、まあ私立命にいたのは91年までですけどもですね、まあ、その間もですね、まあ、いろいろ異議申し立てを行いましたけれどもですね、若干有名になったのはこの、窓という雑誌でですね、この私が所属していた大学は過労死大学となんとか言われとか、僕本当はですね落明館大学とか最初書いてたんですがちょっとやりすぎやなと思ってですね過労死大学と書きました。 でも当時の坂本和一副学長かないうふうに見つかってですねすっごい講習の面前で怒られた
ですね、そういういわくつきの、こちらもですね、若干あのいわくつきの話でありまして、ですね、96年、だから立命館がよく頑張ってるというのはですね、その頃だいぶ、話題になりましたけれども、それで本を書いて、あの本を売って儲けた毎日新聞の記者がいるんですね、中村さんという方でですね、で ここにこう書いてあります。京都大学の大西博助教授は、その頃助教授でした、助教授は立命館の現体制の批判者としてカミングアウトしている私の知る限りではただ一人の論者だで、まあ、大変なですね、あのお褒めをいただいたんですけどもですね、まあ、その頃はまだですね、あの立命のようにどうなろうかとですね、成功事例という感じの方がですね、世の中の中心でした、まあ、96年は、まあ、2012年はそうではありません。この3年ぐらいはですね、まあ、悪名高き立命館になってるんですけどもですね、この問題はどういう問題であるかということをですね、ここで整理するのはですね、労働組合運動にとっても大変大事とですね思うわけであります。で、まあ、いろんな整理の仕方がありますが、私のごく簡単に整理させていただきますとですね、3つの時代があったとですね、まあ、2010年以降はですね、ようやく経営から自立した、まあ、立派な組合に基本的にはなっていると思いますけどですね、末川先生の時代はですね、労働から経営が自立でなかったんですね。で、私の時代はですね、逆に、あの組合が経営から自立してなかったとですね、末川先生の時代、末川先生というのは立派な先生ですが、まあ、悪く言うのも問題かもしれませんけどですね、まあ、イメージで言うとですね、デモの先頭に総長が立って赤旗振ってたとですね、で、振りたくなる気持ちも分かるけれどもですね、それしかやらんというのは組合なのか経営なのかわけわからんとですね、で、私の時代はまた逆でありましてですね、組合なのか経営なのか逆の意味でわけわからんとですね、ただただ協力をするあの労働組合、経営に協力する労働組合とですね、でそれは問題だというふうに今やさすがになっているんですね。で、それでのあのその頃本当に思ったことはですね、立命民主主義と言われまして、まあ、確かにある形の民主主義なんです。それは本当、つまりですね、全学でですね、どっかの学部がですね、なんかをするということまでもですね、他の学部でも議論するんです。で、賛成が出るまで、まあ、いろんな意見を聞きますね。でもですね、賛成が出るまでと言いかけたところにはポイントがありましてですね、もし反対が出たらですね、反対できるかというほどは生易しいもんじゃありませんですね、その議論に反対やというふうになればですね、賛成するまでですね、延々と会議が長くなるだけでありましてですね、私の時にはさすがにそんなことありませんでしたけど、1、2年後にあの経営学部の先生から聞いた時にはですね、1時半から会議してるんですかね、大体ですね、斉藤先生、その頃はですね、1時半からだと思うんですけどね、なんとですね、12時前後まで2週間連続で議論したとですね、そこまでの、ことがですね、あったということ、それは賛成するまで議論が続くですね、そこまで議論させられたら、まあ賛成しますねだからで、どうなるかというと、賛成したやんというふうに言われる。だから私はですね、民主主義は全てを解決するなんて、じゃあちゃんちゃら嘘とですね、その民主主義も一つのですね、支配の道具であるとですね、これを忘れたらいかん。もう一つはですね、その大学にはですね、いわゆる何て言うかな、私企業ではありませんから、私学でありますけど、私企業ではありませんけど、資本家はいません。なんか太っちょのですね、大儲けしている、まあ、若干大儲けした人も実はいたんですけども、まあ、彼が大儲け理事長がしたかどうかはそれほど重要なことではなくてですね、大儲けした人がいるかいないかではない、大儲けした人がいなくてもですね、みんなで過労で倒れてるのはそれはあかんでしょうとですね、だから結局大事なのはですね、資本に分配するのか労働に分配するのかと、まあ、しかしですね、今度はですね、その経営者の見方をすればまた逆に怒られるかもしれませんが、私はですね、経営者の気持ちも分かるとですね、これはちょっと何言うねんと言われるかもしれませんが、それはこういうことなんですね、経営者が悪巧みでやってるのかですね、やっぱりそのような経営になるということは何らかの、よろしいでしょうか、先ほどと同じで物質的な根拠があるかですね、
従業員が辞めて大西電機が従業員雇用に失敗したのがですね、単なる親父の失敗ではなくてある根拠が物質的にあったとですね。でそれと同じように、そのような経営にどうしてもなってしまうのはもっと物質的な根拠があるんじゃないかというふうにですね思ったわけであります。で もっと言うと こういうことなんですね。今もですね新しいキャンパスを作ったりですねいうのに立命館も一生懸命でありますけれども、その当時もですね、国際関係学部とかですね、総合政策学部とかですね、そういうのを作るのに一生懸命ですね。で新しい校舎、新しいそして学部、まあ、いうのを作るとですね確かに偏差値が上がるんですよですね。で、受験生が増えるとですね、これは簡単に言うと売り上げが増える、もうちょっと言うと生産力上がるいうことですですね。で我々はですね労働者はですねそんなことするより俺に金払えと思いたいですね。もっと言うと過労死せんように労働時間減らしてほしいと、まあ、当然思いますよね。でもだから労働者の側に金を払って労働条件を良くするのか、それを逆にしてですね新しい校舎となんとかに使うのかですね、実はですねこちらの方がうまくいってるという客観的な状況があるわけであります。ですね。いやないと言われるかもしれませんけどですね、私横から見ればやっぱり思う。なぜなら偏差値が上がった。もうちょっと言うとですね、学生たちはですね受験するときにですねパンフを見るわけです。ですね。でその時にですね綺麗なカフェテリアがありですね、こう、まあ、目立つですね学部が形成されればですね受けたくなる。そのようなあの消費者の現状がある限りですね、労働者には無理して、まあ、働いてもらってですね新しいカフェテリアとなんとかとかんとかを作った方がですね売り上げは伸びる、生産力が発展する、企業は発展するですね。これは言ってしまえばこれと同じことでありまして、もっと言うとそういうことを考えているうちにですね資本主義とは何かというのを私は考えるようになったという、もう本当はそういう順番であります。でこのことはですね大変あの私にとって大事なですねこの、その、ま、大日理論というか私でここで述べている議論の中では大変重要なですねポイントを成してますので、もうちょっと展開させていただきたいんですけれども、ですねこの従ってですねこの理事会側というのにもですねある論理があるとですね、単に悪巧みでですね労働者をとちめたろうと思ってそれでやってるわけじゃないですね、彼らには彼らには論理があってですね、でもちろん労働者側にも論理があるですね。でこの論理と論理がですねどちらも並び立っている、もっと言うとそれをですねマルクス派は客観的に認識してしまうわけなんですけれども、よくですね労働組合でもですね、誤解があるというふうに思うのはですね、この意見と意見が戦っているんですね。もちろんですね、我々団体交渉をするときにですね労働側労働側として意見を述べですねこれが正しいと思っている正義を述べるんですね。でもですね向こうは向こうで今の立命館の例にあるようにですねこれは正しいという論理が一応あってですね一生懸命述べる、ね、でここでですね結局どこに決まるかはですねどっちかが納得してではありませんですね。ここ大変大事ですね。意見と意見があって話し合えばですねある一致点があって団体交渉で妥結しました、違うこう我々は納得できない、ね、我々の言う通り 100% にはこう一応労働側で言うとですね 100% 我々の言うようになれば納得しますですね。で向こうも 100% 言うようになれば向こうは納得するでしょう。でもですねどっちも納得するようなことはないですね。納得によって決まってるんじゃなくてですね、団体交渉労使関係というのはですね力と力によって決まっているのだということですですね。論理の世界ではありませんですね、力と力の世界であります。ここがですねたまにですね間違われるとですね、で例えばですね、この裁判闘争というものをですね一応まあ、本当は力が影響するんですけどですね裁判闘争というのはですね一応論理の場でありますですね。裁判官というのはですね良心にのみ忠実にということになっているとですね、以前の判例がこうあればこうならなきゃならないという論理の世界でですね、まあ、論理の世界でもいくつかの幅がありますけど一応そういうもので決めましょうという構造になっているわけですね。でそこではそういうところではですね論理で詰めればいいですね。
力というのはいらないんです。論理が通っているかどうかだけが大事ですね。ところがですね、ここで問題になっているのはですね、論理の世界ではありません。どちらにも論理があるんですね。したがって決めるのは力だけで、労働者の力というものはですね、この場合はですね、人数であります。ですね。で、労働者はですね、暴力であるわけではありませんですね。何人の人間が兄弟職層にですね、結集しですね。で、集会に結集しということだけが力です。我々労働者にはですね、それ以外の力はございませんですね。したがってですね、その力を集めるということなしにですね、我々は我々の正義を通すことはできない。ちょっとですね、労働組合サイドの言い分をしすぎたかもしれません。ちょっと逆に言いますですね。なぜならですね、この場は労働組合のこの幹部の皆さんもおられますけどもですね、起業家の方もおられましてですね、私はですね、大学の中であんまり昇進しませんでしたから、理事会側の立場に立ってものを考えることは一度もなかったんですけどもですね、させていただいたらいくらでもそのことをやるぐらいの気持ちはあるんですね。なぜならですね、そちらにはそちらの正義がある、よろしいでしょうかですね、こちらにはこちらの正義があるようにですね、こちらにはこちらの正義があるわけですから、先ほど言いましたこれと同じでありますですね。経営は経営として、行動しなきゃならないですね。労働組合のような経営者はダメですですね。そして経営者のような労働組合はダメですですね。ともそれぞれがですね、それぞれの役割を果たさなきゃならない。繰り返すと残念ながら私はこっちの役割しか果たしたことはありませんのでですね、でもこちらになればそちらの役割を果たさなきゃならないですね。このそういうことがですね、述べられてるのがマルクス的な理解だと思うんです。もうちょっと言いますと、こちらの立場に立つのがマルクス的という誤解が世の中にありますけど、そうではありません。世の中はですね、複数の階級によって成立している。階級だけじゃありません。もっと言いますと、男と女とかですね、若い世代と年寄りの世代、それから地域と地域、それぞれ異なる利益を持っているですね。社会というのは のっぺらぼうな人間が集まっているんじゃなく、異なる利益を持っている人々が集まっているとですね。で、その中で一番大事なのは階級でありますですね。で、この階級はこういう利益を持ちですね、この階級はこういう利益を持ちですね。で、意見と意見の対立に見えるけれども、本当は利益と利益の対立ですとですね。これやっぱり大事ですね。繰り返しますですね、労働者と資本家がですね、意見が違うんじゃないんです。いや、もちろん意見が違うですね。でも意見がただただ違うんじゃない、利益が違うですね。ここのところを分かってないとですね、なんか話し合いで解決するように思ってしまう。話し合いではありません。力と力が決めるですね。ここのところをですね、分かってないとですね、組合拡大を真面目にやらずにですね、労働組合やろうという気になるとですね、あっち向いて言うてますで、しかしですね、組合の話はそれぐらいに戻りましてですね、しまして、元に戻りますとですね、マルクス理論の側に戻りますとですね、ここの話は技術というものがですね、大事であるとですね、先ほどの立命館の話ではですね、何が生産力の源であるかとですね、いうリアルなですね、現実認識ということと無関係にですね、この理事会側がなんでそういう経営を取ろうとするかということを理解できない、これが大事ですね。で、経営と労働が相互に独立する、これはまあ当たり前です。で、この3つ目の点も述べました。で、そのようなですね、ことをか基本的なバックグラウンドとしてですね、議論したというのがですね、丸1の一番冒頭に述べましたですね、私の研究成果と申しますかものなわけであります。しかしですね、それだけを述べてるだけではですね、なかなか何というかな、こう一般的な講演会では何もでも述べられるんですけど、学術的なスタイルになかなかなりにくいですね。で、したがってですね、学術的なスタイルということにするにはですね、例えば数学モデルというのにするのは非常に決定的に大事なですね、ポイントでありましてですね、それを山下君という当時の院生がですね、言うてきてからですね、始まったわけであります。で、そうするとですね、この考え方というものをですね、どのように数学にするのと、10年かかってですね、
いろんなことを考えましたですね。で、これをですね、まずこういうふうにですね、説明させていただきたいと思う。まあ、これがその一番最も単純な数学モデルなんですけれども、先ほどとこれ同じ図でありますですね。機械を作る生産部門というものとですね、まあ、消費財を作る生産部門という2種類あるとですね。で、総労働というものがですね、2種類にそれは逆に言うと分割されるとですね、消費財生産に使われる労働と機械生産に使われるですね、労働です。でそれを、まあ、こういうようなですね、形式で表現します。これ日本の、まあ、近代経済学的な形式のですね、生産関数なんですけれどもですね、これが表しているのはですね、資本をこう使いますと、消費財生産に。それから労働も使いますと。まあ、しかしですね、資本財生産に使われるにも労働、総労働 L というのが使われる。総労働 L の 1-S 部分がこちらに使われて、総労働 L のですね、S 部分が消費財生産に使われるという2部門の部門として表現しですね。そして、それによって採算される Y ですね。これ、まあ、これ対数を取ってますけど、対数があってもなかったもこの際あまり重要ではありません。その対数でととあの、その消費財での最大化マックスでありますからですね、このがついてるのはですね、ある一時点 その最大化ではなくて、時間を長い時間の系列の中で最大化するというですね、そういうことなんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、Y を最大化するとですね、この日本の生産関数のもとでということで、数学的にはですね、動学的最適化問題という難しい名前がついてるんですけども、まあ、計算を行うということを行いましてですね、このような計算結果がですね、簡単に言うとですね、導かれました。産業革命以前はですね、このその資本労働比率1人当たりの資本というものはですね、ゼロというものでですね、よかった、まあ、厳密に言うとゼロではありません。なぜなら道具があるからであります、まあ、でもですね、道具というものはそんな大した量ではありませんので、ゼロに非常に等しいですね、状態。そこからですね、1人当たり資本というものをですね、これはまあマルクス的に言うと有機的構成とこうなりますけれどもですね、それを上げていく、まあ、有機的構成ないし技術的構成というものを上げていくという、まあ、時代が始まったとですね。でしかしですね、時代が始まるんだけど、それは無限ではなくて、ある最適値、ターゲット、目標値があってですね、そこで終わるということがですね、この話の非常に大事な部分であります。でこの最適値、上限があるという話をですね、まあ、ごく簡単なバージョンでですね、説明させていただくと こんな感じになります。まあ、例えばですね、同一量のですね、生産を行うのにですね、4種類の方法があるとですね、まあ、0台の機械と1000時間の人間労働を用いてすることもできる。つまりですね、機械なしで人間手だけで行うとですね、まあ、2番目の方法はですね、5台の機械とですね、200時間の人間労働でも同じものができる。10台の機械と50時間の人間労働でも同じものができる。20台の機械と20時間の人間労働でも同じものができる。その時にですね、どの方法が一番ですね、ベストの方法かだであるかということをですね、もし1台の機械にどれだけの労働を1台の機械を作るのにどれだけの労働が必要であるかということが分かれば計算できるということであります。この第一の技術はですね、機械は0台ですから、1台が10時間かかったとしても、まあ、0×10 時間の機械に必要な労働、それに1000時間ですから、総労働は1000時間で、物を作っていることになります。第二の技術はですね、5台の機械ですから 5×10 時間が機械部分で必要 で直接労働は200ですから、合わせて250時間が総労働として必要なことになります。第三の技術はですね、10台の機械 ×10 時間プラス50時間ですね、150時間。第4の技術はですね、20台 の機械ですから 20×12、直接の20時間を含め足して220時間、まあ、4種類のですね、それぞれのトータルな必要労働時間が異なると。でそういたしますとですね、見て分かりますように、最適な技術は第3技術でありまして、ここで申しているのはですね、機械が人間労働に比べて機械が大きくなる、無限に大きくなれば無限に合理的ではないとですね、あるところで止めるいうのが極めて大事と、こういうことになるわけであります。先ほどのですね、この例で言いますとですね、こんな感じ、
機械を全然使わないというのは、資本、労働と資本の比率がゼロ、ここが第一技術であります。でここら辺に第二技術、ここが第三技術で、機械を用いすぎるというのは第四技術がここら辺で、この産業革命以降の資本蓄積というものをですね、ここまで行ってしまうんじゃなくてここでやめるとですね、まあ、こういうことがですね、合理的なですね、最適経路であるとですね、まあ、いうことになります。あるいはもうちょっと言うとこういうことであります。これ以前の時代は資本蓄積はいらないですね。いらないということはですね、資本のための社会である必要はない、つまり封建制の時代でありまして、封建制の時代は先ほども言いましたように熟練をブラッシュアップするということが大事であって、機械を一生懸命蓄積することはあまり大事ではありませんですね。まあ、しかしですね、産業革命後はですね、機械を蓄積することは一番大事なことでありますので、一生懸命機械を蓄積するということを始めると。でしかしですね、ここに来てしまうとそれ以上蓄積しない方が良い、よろしいですかね。無理やりしたいと述べることはできるけど、すればですね、損するだけ。なぜなら最適技術なくなるからです。ここで資本蓄積をですね、停止するということが大事。資本蓄積を停止するということはですね、資本蓄積のための社会をやめるということであります。先ほどもうちょっと強調した方が良かったかもしれませんが、産業革命後の資本主義の時代というものはですね、資本蓄積が非常に大事なんでですね、資本家も資本蓄積のために努力しますけれども、社会的に大事だということはですね、政治家も努力します。政治も行政も全てのものがですね、資本蓄積のために、まあ、イデオロギーもですね、そういうものが資本蓄積のために総動員されるわけでありますけれども、総動員ここに至ってもされてしまうと、いらんところにいてしまうとですね、不要な蓄積が起きるとですね、したがってそのような総動員、資本蓄積のための総動員体制をやめてですね、異なるものを目的にする社会に行かなきゃならない。これは資本のための社会をやめること、すなわち資本主義社会をやめることですね。よろしいでしょうか。サマライしますとですね、産業革命以前は封建制、産業革命以降ここまでは資本主義、ここから先は資本主義をやめることがですね、最適であるということがですね、示したということになりまして、ここが私の言うですね、社会主義共産主義ということになるわけであります。まあ、社会主義共産主義についてはですね、議論しなきゃならない人間のありようとかですね、いくらでもありますけど、やや単純化させていただいて、この際こういう話させていただきます。この先ほどの言いました資本労働比率はですね、数学的にはシンプルなバージョンとしてはこんな感じで表現することができます。そうですね、この B だけがあって、この A がここで、この消費財生産関数の A がここにないなんてものもですね、すごい大事なんですけど、あまり細かくなるのでやめます。これは複雑バージョンですね。その辺にいます金井君というのがですね、この複雑バージョンを計算してくれました。こんなことをやってるんですでですね、これなんか来ましたね。でこの同じ計算結果をですね、まあ、様々に解釈したり、この書き直すことができるんですけど、これはですね、まあ、投資率というサイドでですね、書き換えたことです。まあ、この絵でもですね、実は十分なんですけど、この絵が表しているのはですね、最初の時の資本蓄積率、投資は非常に高いと、ハイスピードで資本蓄積を行う。ただだんだんゆっくりしても良いようになって、ここでゼロになると、こういうことですね。でそれは逆に言うと、この角度、つまりスピード、どれぐらい急がないならんかというのがですね、最初は急がないならん、最初は急がないならんというのをですね、分配率、まあ、労働分配率ないし、こう資本分配率で表現いたしますとですね、産業革命直後はですね、すっごい急がないかんとですね、ということはですね、GDP 社会的総生産のうちですね、労働に分配される分はぐっと減ってですね、そして資本に分配される部分がめちゃめちゃ増えるとですね、それは普通の言葉で言うと、まあ、絶対的貧困化みたいなものでありましてですね、労働者の生活はですね、なんと産業革命で一時的には余計悪なるとですね、まあ、そういう経過を通りながらちょっとずつマシになる。まあ、しかしここら辺はですね、大きく申し上げて、その投資率、
あの 総生産のうちのですね、投資に分配される分が非常に高いわけでありますから、あの相当厳しい時代であります。でそういうような無理をですね、行うためにはですね、一般的には国家の強力な介入というものが必要であるとですね、食産工業期にですね、日本が行いましたようにですね、あの税金で、この富岡製糸工場やですね、官営八幡製糸場を作るとですね、それは税金で取り上げて作った資本蓄積でありますから、国家の介入そのものであります。で、それ以外にもですね、まあ大きく申しますと、日本の場合は1945年に至るまでの国家的な資本蓄積というものがありました。ドイツも45年までありました。そして、しかしそれと同じ意味でですね、私は、ロシア、ソ連崩壊までのソ連、そして78年以前の中国ですね、国家的なですね、資本蓄積というものはですね、この時代に対応するとですね、でその時代を経て初めてまさにですね、こういうぐらいの資本蓄積の状態になってくれば、ちょっとずつその厳しさを克服することができてですね、もうちょっと住みやすい社会になってくるとですね、だからその住みやすい住みにくい時代がですね、どの国にもあったとですね、日本は45年以前、ドイツも45年以前、中国が78年以前、そしてロシアはですね91年以前等々ですね、そのようなシステムというものはですね、資本主義の初期的形態、初期状態、国家的な段階の資本主義であったと、まあ、いうことをですね、この絵で、まあ、説明しているわけであります。で、まあ、日本もですね、まあ、この時期、大きくはこのような経路を描いています。これは、まあ、1961年以降のですね、日本の投資率を描いたグラフですけれどもですね、かなり高い投資率がですね、今は純投資率としてはですね、もう2003年かな、4年かな、まあ、これぐらいの時代からですね、事実上ゼロになってます。日本の現在の資本蓄積はですね、ゼロということはもうここが真横に向いているということであります。で、でこれはですね、もういた来たるべきとこまで来ていて、そうですね。で、さらに資本蓄積する必要がないというよりもしてはならないというですね、状態に達しているとですね、ちなみにですね、私の大学院生がですね、中国についてこのグラフなるものを計算しました。中国は現在ですね、その目標値の 46% で2005年時点であったというふうに言ってます。したがってですね、中国は今もなおですね、資本蓄積は必要、言い方変えますと今もなお資本主義が必要です、ですね。しかしですね、我々の社会はもうここまで来ているとですね、そうすると資本蓄積というものがですね、無駄に なりかけているとですね、これはですね、道路とですね、とあるですね、報告書がですね、計算したですね、日本の高速道路とですね、の効率性がどん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 低下しているということを示しているグラフであります。名神高速道路がですね、日本で一番最初にできました高速道路、2番目が中央、3番目が東名ですけれどもですね、これらの高速道路は全体としてですね、今も大変たくさんの車によって使われていると、ということはその作った高速道路はちゃんと、イフェクティブにユースフルに、この機能しているということであります。しかしですね、新しい高速道路はですね、ほとんど車が通っていない、ほとんど車が通らないですね、高速道路はですね、ドライバーにとってはすごくありがたいですね、そんなになんていうかな、気持ちよい道路はありませんでもですね、それ逆に申しますと使っている人が少ないわけですから、たくさんの税金を投入してですね、利益を得ている人が少ないということはですね、社会的には無駄なわけでありますですね、古い時代の高速道路は有効であった、でもこんだけ高速道路ができてしまうとですね、もういらんということをですね、このグラフは表していますですね。でそうしますとですね、現代の日本のイメージでですね、ここで述べていることをですね、政策に書き換えるとどういうことになるかということになりますですね。でいわゆるマルクス派のある人々はですね、新福祉国家とかいうようなことを言ってますけどですね、私はこの立場を取りませんですね、新福祉国家であるとかないとかというのはですね、私の理解で言うと国家が大きいかどうかに関心があるものの見方であります、ですね。
まあ、国家が大きくあるべきか小さくあるべきかももちろん大事なことですけどもですね、私の理解はですね、投資か消費かです。もうちょっと言うとですね、資本のために社会的総生産を使うのかですね、より多く使うのか、労働のためにより多く使うのかという問題でありますですね。で、したがってですね、例えばこの高速道路の地図から、地図じゃない、グラフからもですね、明らかなわけでありますけれどもですね、無駄というものを一掃するとですね、投資ではなくて生活を重視するんですね。私のスローガンをですね、簡単に言うとこんな感じです。無駄の一掃、生活重視、これがですね、今日本に求められていることであるとですね。で、脱原発もその一つと私は思うんです。なぜならですね、原発というものはですね、それから電気が発生して確かにその部分はありがたいですね。でもですね、どれぐらい費用がかかるものかというものは我々この間知ったわけでありますですね。原発は爆発して大変な費用をですね、払っている。あの爆発がなくてもですね、実はですね、コストが高かったということがですね、今になって分かったというような人がいますけどですね、そんなもん前から分かってたんちゃうのとですね、私は思います。誰が計算してんとですね、そんなもんは前から我々は言っていたというふうにマルクス経済学者は本当に思うんですね。ともかく、利益よりもですね、費用がですね多い、つまり過剰な投資であったですね。そういうものはやめましょうというのはですね、この無駄の一掃の一部分でありますですね。で、消費税というものをですね、この感覚から言えばですね、私は反対です。なぜならこういうことなんですね。消費税というものはですね、投資にはかけない、消費にかけるという税金です。よろしいでしょうかですね。世の中投資するか消費するか大きくは2種類しかありませんですね。消費にこれから税金をかけましょうとですね、違うでしょうとですね、投資ばっかりするのはですね、無駄だということを話してるわけですからね、かけるべきものは投資税であるですね。ですね、まあ、投資税ってどういう税金の形式を取るのと言われればですね、難しいかもしれませんですね。でもですね、基本的にはこれがこの、ものの考え方のですね、インプリケーションであるんですね。で、同じことをですね、成長一辺倒からの脱却という言い方をですね、で、表すこともできると思いますですね。この成長ばかり、確かにそんな感じのことを言ってます。で、しかしですね、まあ、もうちょっとこのスローガンをですね、正確に申しますとですね、成長と生活というものをですね、対比させて、まあ、成長より生活が大事というものではありませんですね。いわゆるエコロジストとかですね、反生産力主義者というのがですね、この緑の党とかですね、まあ、そういう人もですね、確かに成長一辺倒からの脱却というふうに言ってます。まあ大体それでいいですけどですね、厳密に言うとそうではないと。なぜならですね、私がここでですね、ここで資本蓄積をやめましょうと言ってるのはですね、ここに行ったら無駄やからと言ってるわけですね。いや、よろしいでしょうかですね。ここに行けばですね、成長することによって払ったものよりは受けるものが小さいですね。ここで止めるのがですね、一番生産力を拡大できるマックスであるとですね、生産力を重視するならですね、生産力の最大化を行おうというふうに生産力主義者的になるためにはですね、ここで成長をストップするのが良いと、投資をストップするのが良いという意味ですからですね、ちょっとこれではないんですけれどもですね、まあこんなもんで、やあ一般的な理解されてもですね、まあそう変わらんと、まあこういうことをですね、主張しているということになると思います。私たちはですね、引き続きですね、このモデルをですね、まあ、私とこの大学院生の皆さんはですね、この基本的なものの考え方でですね、さまざまなパートをですね、この分担してですね、ずっとですね、研究を行ってきましたですね。で、その中にはですね、2階級にするとですね、今のモデルは1階級というかですね、あまり階級と階級というのを区別してませんでした。それをですね、富者と貧者、もっと申しますとですね、資本というものをたくさん持っている人とですね、ちょっとしか持っていない人との間の、この関係としてですね、社会を描くとどうなるのか、まあ、これにやや近いですね、枠組みが、アメリカにですね、分析的マルクス主義というですね、学がございまして、まあ、述べておるとですね、その理論をですね、シンプリファイしまして、さらに同学化をするとですね、
我々のモデルはその成長経路を描きますので、声学モデルではなくて、動学モデルと申します。それが、まあ、一つ の研究の筋であります。あるいはですね、我々のモデルはですね、見まして分かりますように、いわゆる生産関数でありますので、この近代経済学と同じ形式を取ってるんです、ですね。で、マルクスはですね、価値というもので議論してますからですね、あなたのモデルはなんぼ資本主義が終わると言っても近景モデルだと言われることがあります。私はですね、まあ、それでも良いとですね、近景モデルでも資本主義が終わると言えてたらええやんというふうに思うんですけどですね、まあ、マルクスの形、価値の形、再生産様式に乗って CVM というですね、価値分割と二部門分割というですね、ものにもですね、書き換えるいうことがですね、できることが、この1年ぐらいのうちにですね、分かりましたですね。それからですね、先ほどはですね、封建制、資本制、社会主義、まあ、こういう辺を議論しましたけど、まあ、人類史は長くてですね、その何と申しますか、もっと古い時代もあるとですね、で、奴隷制、封建制、もうちょっと言いますと、奴隷制、農業部門的にはですね、奴隷制と農奴制ですね、この2つを合わせて農業時代ということができるとですね、でその農業時代というものはですね、狩猟採集社会から跳ねて、この作ったまた全然種類の違うですね、社会であります。狩猟採集をですね、基礎とする基本的には定住もない移動社会というですね、人類の在り方からですね、基本的には定住しですね、耕してというですね、まあ、そういう社会にですね、なったということもですね、同じものの考え方でですね、解明できると我々は考えているんです。先ほどのですね、やつに戻りますとですね、資本主義後、産業革命の資本主義はですね、一旦機械というものを作りましてですね、その機械を用いて社会消費財を作ろうというふうに言いました。これはですね、農業社会も似てます。一旦土地というものを作ってですね、ですね、耕地ですね、ですね、そしてその耕地に種を植えてですね、農産物を作りましょうとですね、それ以前の時代はですね、簡単に言うとこういうことです。狩猟採集社会はこんな感じです、ですね、なっているものを取って食べるとですね、ですね、直接的なんです、ですね、いいですかですね、なっているものを取って食べる採集ですね。ところがですね、農業って何だというと、種植えてですね、だんだん大きくなってもろてですね、そして、育てて最後は食べるとですね、だから迂回的な生産であります。でその時に土地というものが大変大事な役割を果たすことぐらいはですね、まあ、すぐ考えれば分かります。で土地というものをですね、この整備するというのは大変大きなですね、作業ですね。日本の水田システムというほどですね、複雑なですね、農地というものはございません。まあ、考えてみればですね、水田というのは斜め向いてたら絶対ダメですね、しっかり真横でないと具合悪いですね。そしてですね、灌漑も必要な、水を入れるのも必要ならですね、水を出すのも必要ですね。ありすぎてもダメだし、なくてもダメ。もっと言うと、ある時期には水を入れて、ある時期には水を外すとですね、そういう極めて面倒くさいことをしているですね、農業システムであります。でそういうことができるですね、農地というものをですね、我々この日本でも原野はですね、農地なんか何もなかったですね、もう何もない原野をですね、この何千年ですね、耕してですね、こんな感じにしてきた。それは資本飼育の時代というものがですね、資本蓄積時代であるとすればですね、この農業革命後、農業というものが世の中に現れて以降の全ての時代はですね、耕地蓄積時代とですね、資本蓄積、耕地蓄積、英語で言うとキャピタルアキュミレーション、こっちはランドアキュミレーションと一応私は言ってますですね、カルティベイティングランドアキュミレーションでもいいですけどもですね、キャピタルアキュミレーション、ランドアキュミレーションですね、まあ、そういうモデルにですね、拡張してですね、農業をいかに議論するかということもですね、ごちゃごちゃとですね、作業をやっております。それからですね、3要素モデル、これはですね、農業革命で、まあ、耕地蓄積というものをいろいろやる時代がやってきたとですね、でその途中の段階でですね、産業革命は急にやってきたとですね、で農業というものがかなり成熟した段階で産業革命を迎えるのかですね、まあ、成熟してない段階で産業革命を迎えるのかですね、在り方が違うとですね、
あるいはですね、この産業素モデルというものですね、こういうふうには理解することができます。産業革命をやってですね、いろいろやってきた。その途中でですね、知識革命というのはやってきたとですね。で、産業革命的な社会的課題というものをですね、十分やった日本みたいな社会で知識革命がやってくるのとですね、まだ産業革命後の初期段階にあるところで知識革命がやってくるのとですね、社会の必要なあり方が異なります。それはどのようなですね、特質を持つのかなんてこともですね、やってます。まあ他にもですね、いろいろなことをしてるんですけど、まあだいぶ長くなりますし、時間もぼちぼちですのでですね、最後にですね、コンクルージョンですね。で、矢野さんからですね、最初に述べていただきましたようにですね、私はですね、これを先頭であるというふうに言ってますですね。百何十年前にですね、ここからですね、あっちに行ってですね、この野郎と我々思ったとですね、まあ、しかしですね、まあ、ここを副都にしてましてですね本拠はですね、品川の隣の田町にですね、移動しようとですね。で、慶応からですね、いただいたこの人事はですね、昌平人事ということでありましてですね、マルクス経済学でですね、担当する先生がですね、今度退職なさるとですね、で、その穴をですね、埋めるのにですね、ぜひ来てほしいとですね、いうふうに3個の例で頼まれるとですね、まあ仕方がないかなとですね。で、慶応義塾大学はですね、近代経済学だけが流行ってるようにですね、一瞬見られたりしますね。大間違いでございます。竹中平蔵さんはですね、経済学部ではありませんですね。 SFC、総合政策学部かな、湘南キャンパスのですね、今はですね、大臣を辞めてからは慶応義塾のですね、三田の小さな研究所の所長ということですけども、学部ではありませんですね。で、まあ、近代経済学はしかし確かにですね、慶応義塾はですね、かなり頑張ってましてですね、まあ、しかしですね、マルクス経済学もですね、大変大事にされているの、これは大変重要なことなんで、ちょっと強調させていただきたい。2回生の時にですね、取れる経済学科目が3つだけあって、それ3つは特別扱いされているんです。ミクロ経済学とマクロ経済学とマルクス経済学、他の科目はですね、全部ですね、1科目の1人ずつなんですね。この3つの科目だけはですね、3人体制でやるということになってましてですね、ミクロ3人、マクロ3人、マルクス経済学3人なんですね。つまり、このミクロマクロに比べればですね、ウエイトが半分でですね、本当なら同じ比率にしてほしいとは言いながらですね、まあ半分なんですけどもですね、それでもマルクス経済学というのはですね、そういう意味で大事にされています。まあ、もっと言うとですね、マルクス経済学という科目がそのまま残っているというのはですね、今や世の中慶応ぐらいしかないんです。私はそのフィールドでですね、友人いっぱい持ってますけれどもですね、ほとんどは社会経済学か政治経済学ですね。マルクス経済学の名前が残ってるのが一つもないですね。東大はですね、経済言論かもしれませんね。でそういう意味と東大と慶応義塾だけということかもしれません。でここをですね、それがまあ大変、まあ、魅力的でですね、まあ、そういうことでやりたいと。で、その結果ですね、私は東京でですね、4つの仕事をですね、持っているとですね、思ってるんです。もちろん今のマルクス経済学、私はですね、7年ぐらい前にですね、中国人の中国社会科学の丁さんという人をヘッドにですね、世界学会というのをですね、作りました。マルクス経済学はですね、地域的な国際学会はあるんですけどですね、いきなり世界という学会がなかったんですですね。でその中国のですね、丁恩夫さんという人から私に相談してきましてですね、世界学会を作ろうと言うてきたんですね。私はとりあえず東アジアで作ったらいいんちゃうのと言ったんですけどね、君の志は狭いと言われました。さすがだなとですね、中国人は考えることは違うというですね。それでその先生についてですね、今は私副会長をしております。会長は中国人で、第一副会長はアメリカ人、第二副会長は私、第三副会長はこの間までフランス人だったんですけど、辞めるとか言ってるんで、第三副会長は今やですね、カナダに今住んでるユダヤ人ですね。
で第四副会長がですね、メキシコで活動しているドイツ人ですね。で今年はメキシコでやりまして、もうすぐブラジルでも大会しようと思ってますので、もうちょっとラテンアメリカにですね、進出しようと思ってるんですけど、それはまあ副会長ですから大変大事なですね、私としての仕事です。で基礎経済学研究所というですね、300人ぐらいのサイズのですねマルツ経済学の学会がございまして、まあ、メンバーの方何人か来ておられますが、それをですね、京都に本拠地があるんですけどですね、東京でもですね、活発化させたいとですね。で、ぜひですね資本論の勉強会をですね、まあ、地元労働者とですね行いたいとですね思っております。で2番目にはですね日中友好協会ですね。でいきなりですね理事長になれと言われました。去年の11月かな、全国理事会があった時にですね、東京に来てくれるということでありがとうとですね、理事長と言われましたけどですねそれダメダメとですね、でまずはですね日中友好協会東京都連合会港支部ですね、これをですねちょっと弱まってるというんでですね、ここをですね再建したいとですね。でまあそれを再建して、まあ、ただちゃんと動いたらですねそのうちに理事長も考えるかもしれません。で3番目はですね次第教練ですですね。で国立大学ではですねまあやることやったとですね、十分やりました。あんだけしたらええや十分やろうというふうに思うぐらいやったですね。で今度はですね次第教練でやりたいとですね。で国立大学もですね私立大学もですね、いずれ大学三別を作りたいというですね議論が一応あるんですですね。これ大事だんだん大事になってきたと思いますね。まあ、もうすでに私立大学の教員の気分で国立の先生に言いますけどですねですね、国立の賃金がですねまた 7.8% 下がるとかですねやめてほしい。私は国立の人間でもうなくなるんでどうでもいいんじゃなくてですねそんなに下がるとそのうちに我々にいい影響しますですね今までただでさえ国立と私立のですね、賃金格差があるのにもかかわらずですねさらに 7.8% も広げられたら私が困るだからですね私のためにですね国立 の労働組合頑張ってもらわないかんというふうにですね思ってます。で最後はですね建設労働組合とですね、でそのあたりにですね京健労 の皆さんが何人かですね、私のなんというかな先生ですけれどもですね、来ていただいてます。先生というのはですね兄弟職層でもいろいろ組合の拡大等と仕事させていただきましたけどですね、ああいうふうにやらねばならないとですね教えてくれたのはですね京都建築労働組合伏見支部というですね、私もそれなりに貢献その組合運動にしたんですけれどもですね、建設労働者というのはですね付き合うのが楽しいですですね。で埼玉土建とかですね東京土建の方々ともですねすでにまあ何度かお会いいたしましてですねコネクションを作ってましてですねこれはこれでですねまたお付き合いいただきたいしたいと思います。ちょうど一番最後はですね建設労働運動になってしまったとですねこれもまたですねなんか縁だと思いましてですね、いうことでございます。まあ今日はですね、こういうつらつらというですね、話にですね、まあ、1時間半もお付き合いいただきましてですねどうもありがとうございました。皆さんにお礼申し上げます。ありがとうございます。